始まりました。ケンマスブッキング、今日はね、佐藤のご飯買ってきました。今日はね、めっちゃお腹空いてるんですよね。なんでね、今日も大好評のめちゃくちゃワイルド丼シリーズやっちゃいますよ。はい、調理スタート。はい、今日の材料説明いきます。はい、佐藤のご飯ね、これ温めてもらってます。あと卵3つ、豚バラ肉 200g、 あと玉ねぎ半分、あと刻みネギ少々、あとこれね、キャベツね、これでやっちゃいます。はい、じゃあ調理スタート。よし、じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。まずね、もう玉ねぎちゃんはこんな感じで、大体まあね、3ミリぐらいのね、スライスにします。はい、はい、そしたら、はい、豚肉ちゃんは食べやすいようにこんな感じで2センチぐらいにカットしていきます。はい、そしたらね、このね、温めてもらった砂糖のご飯ちゃんを、はいはい、板の上にセット、オン、バーン、はい、これで準備 OK です。じゃあさ、今日もね、もうね、腹減ったんで超単純明快なやつやりますからね。まずね、卵3つに、はいはい、刻みネギこれにピョーンってもうぶち込んじゃって、んで、これにもうほんの少しの塩ね、ほんの少しね、これ少しでいいよ、たくさん入れる必要ないからね、ほんの少し卵の味を引き立てるだけの軽い塩です。はい、こんな感じで、はい、こんな感じでね、はい、そうしましたら、はいはい、いきますよ。はい、まず油大さじ1杯、はい、ピョーンってやったら、はい、卵を入れます。はい、それでね、今日は何やろうかなと思いますと、まあね、今日ワイルド丼シリーズなんで、まあね、いつも通り焼肉乗っけるんですけど、まあなんていうかな、題して、なんだろうな、焼肉天津丼、ね、感じで、もう天津丼のと焼肉を合体させちゃいます。はいはい、こんな感じでね、卵が半熟状態になったところで、ピョンつってね、よし、で、これで一回こうひっくり返します。はい、はい、そうしましたら、はい、こんな感じで、いい感じだね、半熟ぐらいの状態でいいよ。はい、さあ、そうしましたら、この砂糖のご飯の上にピョンピョンってぶっかけちゃいます。はい、これで何かしらかあんかけね、かけたら、まあ普通にね、天津丼ってことになるんだけど、はい、ここに、はい、焼肉ぶっかけますよ。はい、まずね、油大さじ1杯、はい、そしたら豚肉ちゃん入れて、いやー、もうね、今日の感じはだから、この豚肉の焼肉がこうなんか天津丼のあんかけ代わりって感じかな。なんでね、いたって単純な仕組みですけどね。はい、こんな感じで、よいしょ。そしたらね、肉が大体ちょっとね、半分ぐらい火が通ってきたところに、はい、今日は、はい、玉ねぎ入れちゃいます。今日もね、ワイルドでもう単純、もうね、絶対間違いのない美味しいやつやりますからね。はいはい。もう腹減った時はもうね、あんまり細かいことを考えないで、じゃじゃっとやれるやつがいいっすよね、やっぱりね。ねえ、まあ僕のチャンネル結構ね、一人暮らしの人とか多いんで、まあそういう人たちはもう必見ですよ。もうね、もう単純でうまければ最高ですよね。うん。はい、こんな感じで、はい、肉に火が通ったところで、まあちょうどね、玉ねぎも3等目ぐらいの、ちょうどいい感じに火の通りですね。はい、そうしましたら、はい、はい、今日は、はい、毎度おなじみ、エバラ黄金のタレー。これは間違いないからね。もう、エバラはもう本当に最高ですよ。で、これ、まあ、好きなだけこう、ピョーンってぶっかけて、はいはい。うん。いやー、もうこれでもううまいの確定ですよね。はいはい。さあ、そしたらね、野菜もね、食べなきゃいけないってことで、ここにね、この、洗わず、そのままのね、食べせん。もう大量にこう、ぶっかけます。こんな感じでね。ね、これでこの土台になって、このね、野菜もたっぷり食べれるってわけですよ。うん。いやー、今日もワイルドな仕上がりになりそうだな。よいしょ。はい、こんな感じで、はい、しっかり焼肉のタレが、ね、まあなんていうか、肉に染み込んだら、はい、もう完成です。はい、そしたらね、このね、卵のキャベツの上に、この焼肉ちゃんをたっぷりぶっかけまーす。うわーはーい。よいしょ、こんな感じで焼肉をぶっかけて、はい。
そしたらね、ちょっとね、箸休め的にこんな感じでね、しば漬け汁なんかも脇に添えてあげて、よいしょ。なんとなくあれだね、この赤をってなったら、これ青いのもぶっかけたくなるね。そしたらまああれだね、万能ネギなんかあったら、まあ、なくてもいいけどね、あったらこう彩りにまあぶっかけてあげて、よし、完成しました。はい、今日の簡単料理ね、天津焼肉飯の完成です。めちゃめちゃ美味しそう。へへー、よし、早速ね、食べてみたいと思います。はいはい、今日の感じこんな感じだよ。美味しそうに撮れてるから、すごいよね、これ。もうね、卵の上にたっぷりの焼肉、はい、野菜もたっぷりですよ。はい、じゃあ早速ね、これを食べる前に、おい、いつも通り中華タイム。はい、皆さんお疲れ様でした。乾杯。ってことでね、はいはい、今日の感じこれだよ。今日もワイルドでめちゃくちゃすごいの作りましたよ。お腹空いてるからね。じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。これだよ、これ、すごいね。まあとりあえずこのね、卵と焼肉のところをこう混ぜて混ぜ混ぜして、いただきます。なはこれはもうめちゃめちゃ美味しい間違いないね。もうね、この卵半熟でふわふわのところでね、キャベツだよね。でまあこれだけでもふわふわ卵で美味しいんですわ。これね、これの濃い口のね、エバル焼肉のタレで作ったこの焼肉、これがまた卵に合う。ほんでこのキャベツがクッションになってて、いい感じ。最高だから、もう卵、野菜、焼肉だからもうね、まずい要素ないけどね、もう腹減った時にはね、こういう単純なやつ、間違いないやつね、何も考えないで絶対に美味しく作れるやつ、まあこういうねシリーズもね、まあいいんじゃないかなと思いましてね。いや、またこの中間にこのクッションになってるキャベツがまたいい感じだね。ちょうど焼肉の熱でちょっとね、若干しなっとしてるけど、まだシャキシャキが残ってて、いや、美味しいね。でこの濃い口のこのね、あのタレがご飯に染みて、半熟の卵と一緒にこの食べるこの感じ、これまた、これいつも言ってるけど、これ育ち盛りのこのね、若い子なんかこれ食べちゃったら、これね、もう虜になっちゃいますよ。これ本当にめちゃめちゃ美味しいですよ。この卵とさ、この半熟の卵とこの焼肉をこう本膳に混ぜてね、これにこうキャベツがちょっとチラチラと入ってくるわけですよ。もう最高だよ、これ。味付けの心配もないしね。もう卵なんかね、もうほんとね、きれいにシャーなんて考えなくていいですよ。この半熟でね、ちょろちょろちょろって、半熟さえ守ればいいの。なんかきれいにやろうったって、それは練習が必要だから、まあきれいにね、かっちょくこう、レストランで出てくるようにやれば、それに越したことないですけど、食っちゃえば一緒だから。なんで、もう何回も作ってるうちに、あ、こうすれば綺麗になるっていうのは、まあ勉強した方がいいけどね。まあまずはもう適当にこのバランスだよね。どうすればうまいかっていうことだけ考えて、まあ単純にね、卵を半熟にして焼肉を乗っけると。もうこれで十分ですから、ね、最初からこれでもうご飯がもうもりもり食べれますよ。いや、もう最高だよ、これ。パワー虫。うわぁ。うまい、最高。ってことで、今日のね、簡単料理、はい、もう卵の上に焼肉をどっかりぶっかけちゃった、はい、天津焼肉丼、はい、大成功です。皆さん、簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。